桃田たかし君。皆さんこんにちは。こんにちは。午後2番目、大変お疲れのところと思いますが、少々の時間お付き合いを願えればと思っております。今日は3項目、通告いたしておりますが、その前に、今回熊本地震、多くの方が被災されました。中でもお亡くなった方もいらっしゃいます。そして、最後まで行方が分からなかった大和ひかるさん、4ヶ月ぶりに発見されまして、そして先月無事、葬儀も終えられたんですが、両親におかれては、一区切りなさったのではないかなと思っております。それと同時に、志半ばにしてこの世を去られた本人にとりましては、非常に無念な思いであるのかと思っております。そのようなことがないようにですね、これからは私たちも地震に対しては、身をもってこれから守っていかなきゃならないというふうに思っております。それでは早速でございますが、質問通告第1点目の平成28年熊本地震に対する本市の対応についてを質問いたします。今回発生した熊本地震では多くの被害が発生し、被災した市民の皆さんは大変なご苦労があったと思います。また本市の災害対策本部としても一生懸命対応していただき、感謝をしているところであります。そこで今回の地震対応について3点伺います。まず1点目、災害時における支援物資の調達。今回の熊本地震で全国から、もう支援物資が届いたと思いますが、どのような方法で支援物資を調達したかを伺います。2点目、避難場所の開設状況。本市の避難場所については1時、2時、3時等の避難場所をしてありますが、今回の熊本地震ではどの程度の避難場所を開設したのかを伺います。3点目、自主防災組織の活動。今回の熊本地震での自主防災組織の活動についてを伺います。以上3点よろしくお願いいたします。なお答弁は3点続けてお答えいただいても結構でございます。次の質問については自治体から行います。水本総務部長。それでは議員ご質問の平成28年熊本地震に対する本市の対応についてお答えいたします。まず1点目、今回の熊本地震における支援物資の調達でございますが、九州市長会をはじめ石巻市など協定を結んでいる団体や全国各地の企業や個人の皆様方から地震直後から多くの支援物資をいただき、各避難所へ届けることができました。このことには大変感謝いたしております。いただきました支援物資は各避難所の要請に応じ随時現場へ配送をいたしたところでございます。それ以外の必要な物資につきましては本市での直接調達、または国や熊本県へ物資を要請し調達の上各避難所へ配送したところでございます。熊本地震を受け今後の大規模災害対策におきましては支援物資のスムーズな受け入れと、輸送体制の重要性を再認識いたしたところでございます。このため、仮置き場の想定や備蓄倉庫の拡充、備蓄資機材の充実を図るとともに物資等の支援や調達におきましては
関係団体と連絡調整を密に図ってまいりたいと思っております。次に2点目、避難場所の開設状況についてでございますが、今回の熊本地震では最大84箇所に避難所を開設いたしております。また福祉避難所は3箇所に開設したところでございます。今回の地震では地震発生直後から多くの避難所を開設し、その後の状況変化に応じまして避難所の集約を行い、最後の避難所でございます総合体育館を閉鎖いたしましたのが7月14日でございました。避難者数のピークは4月17日午前1時で14,997人に上っております。現在市の指定避難所は一時避難所47箇所、二次避難所50箇所、三次避難所19箇所、合計116箇所を指定しております。基本的には市の施設を一時避難所としておりますが、民間施設も1箇所入っております。また二次避難所および三次避難所では市の施設以外に公立高校、私立高校、自治公民館、民間施設も指定をしているところでございます。さらに災害時における福祉避難所として19施設と協定を結んでおりますとともに、津波水害避難ビルとしまして16箇所の施設所有者と協定を結んでいるところでございます。現在避難所数の拡大を目指し、未指定の高等学校と交渉を進めておりまして、すでに2校から内諾をいただいております。また津波水害避難ビルにつきましては協定の追加募集を行っておりまして、福祉避難所の選定につきましても現在協議中でございます。このように今後さらに公共施設をはじめ民間施設を含め避難所の追加確保を進めてまいりたいと考えております。最後に3点目の自主防災組織の活動についてお答えいたします。今回の熊本地震において実際に活動された自主防災組織の活動内容は、町内を巡回しての要支援者の安否確認や避難状況確認、目視による地域内の被害状況把握、公園等での車中泊に対する避難者対応などを実施いただいております。さらに避難所におきましては炊き出し等の活動も実施をいただいたところでございます。今後の取り組みといたしましては、今回の熊本地震を教訓としまして自主防災組織との連携を図るとともにサポート体制を強化してまいりたいと考えております。なお自主防災組織が未結成の地域につきましてはさらなる周知を行い結成を促進してまいりたいと考えております。以上お答えといたします。桃田隆史君。はい、ありがとうございました。ただいまの答弁に対して、感じたこと要望等を述べさせていただきたいと思います。まず第1点目の支援物資の調達について、大規模災害時において、支援物資が届き始めるまでには、時間がかかることから、国や県からの支援物資を待っていてはどうにもなりませんので、市としても物資が届くまでの備蓄資材の確保が必要と思います。その支援物資についてでありますが、地震発生後少々時間は経過しておりましたが、知人から支援物資の申し出があり、職員にその旨伝えたところ、受付は断っているということでありました。せっかくの行為を断るわけにもいかず、
どうにか引き取ってもらいましたが、そのような場合の保管場所の整備が必要であると感じた次第であります。また市民の皆様に対してはできることであれば備品の必要性を手前講座や訓練などにおいて意識啓発をしていただき、今後予想される大規模災害に対応できるよう安全を図っていただくようお願いをいたします。2点目の避難場所については、市民の安全を確保できるように早めの避難を呼びかけるようより一層努めてもらいたいと思っております。台風15による岩手県岩泉町の例もあります。避難場所についても場所数が多ければ多いほど避難がしやすくなると思いますので、なるべく指定避難所と津波水害避難ビルの協定を進めてもらい、さらには地震等の際は建物内より屋外に避難をする場合も多いことから、広場や広い駐車場を利用できないか、所有している施設所有者と協定等を検討していただきたいと思います。今回は特に車中泊が多かったことから、その必要性を痛感しているところであります。また避難場所を特定するため、9月号の広報八代でも募集がされていました。避難場所誘導看板の設置を目立つところに数多く設置することをお願いしておきたいと思います。そうすることによって難を逃れることもできるし、身の安全も確保できるものと思われます。3点目の自主防災組織においては、いろいろな活動をされた実績があったとのことでありますが、今回の場合自主防災組織の動きが見えなかったと感じております。そういう意味においても全体的な把握が必要であり、自主防災組織や町内会等の日頃からの活動を通し、地域のコミュニケーション等が取れるよう、今後とも自主防災組織の資質向上及び地域の連携を密にしていただき、未結成の地域もあるとのことでありましたので、自主防災組織の結成にあたっては、前々から言われている結成率 100% を目指していただくとともに、結成への助言サポート等をしっかり行っていただきたいと思います。有事の際力を発揮できるのは自主防災組織です。共助の精神が一番大事であると思っております。以上ですが、総括としては、今回の大地震は初めてであり、対応においてもなかなか思うようにはいかなかったのではないかと思っております。しかし石巻市などから応援部隊が来ていただき助かったのではないかと思っています。熊本市周辺においては、物流網の寸断により被災地への救援物資が十分に行き渡っていなかったなど、東日本大震災の教訓が生かされていなかったと指摘されております。本市の場合、そのようなことはないよう、今回の熊本地震を教訓として生かしてほしいと思います。今回の質問については3点ほどお尋ねをしましたが、これらは本議員地震時においてどのような動きがあったのか、全体像をつかむことができなかったのでお尋ねをした次第でございます。答弁を聞きまして、災害対策本部も一生懸命頑張っておられることがよく分かりました。また問題点も垣間見ることができたと思っております。あってはならぬことでございますが、今後の大規模災害に対して万全を期して対処していただくようお願いをいたします。また今回の地震に対して職員の皆様には昼夜を徹してのご活躍に対して心から感謝を申し上げ、この講を終わります。はい、桃田隆君。はい、2項目目の個人住宅の耐震化についてでございます。本年4月に発生しました
熊本地震は県内の人命や家屋に相当数の被害を与え、現在各地で復興作業が進められているところでございます。今回のように前震、本震、余震と続けて震度6から7クラスの地震が発生することは、全国はもちろんのこと、九州地方では初めてのことであり、本震におきましては震源地に近い益城町や熊本市のような建物の大規模な倒壊や道路などの地割れの発生はなく、また電気、水道、ガスなどの供給の支障はなかったものの、一部の地域では液状化等の発生により建物の半壊や一部損壊、橋梁の落下など少なからず影響を受けていることについては承知の通りであります。そのような中、建物、とりわけ市民の生活の基盤である住宅の損壊等により死傷された方や、長期間の車中泊、避難所生活を余儀なくされた市民の皆さんも数多く見られます。平成7年に発生しました阪神淡路大震災における国の調査結果において、昭和56年6月1日以降に着工した建物の倒壊率が少なかったことから、これ以降に建てられたものを新耐震基準による建物として耐震性を備えていると定義されているところであり、耐震化の目安とされているところであります。住宅の耐震化がされていれば、少なくとも建物の圧死による死傷や避難所生活が軽減されたかもしれません。ただ耐震化となると単なる改修や修繕と異なり、建物本体を今回のような大地震に耐えられるよう頑丈にしなければならないことから、多額の費用もかかることが想定されます。そこで質問の1点目、本市における個人住宅の耐震化に対する支援策についてでありますが、本市においても住宅の耐震化の促進について何らかの支援策、補助制度を講じておられることと思いますが、その内容及び実績についてをお尋ねします。日野口建設部長。議員ご質問の2項目目、個人住宅の耐震化についての1点目、個人住宅の耐震化に対する支援策とその実績についてお答えいたします。本市では既存住宅の耐震化を促進するため、住宅の耐震診断及び耐震改修についてその費用の一部を補助する八代市民間建築物耐震化促進事業を実施いたしております。耐震診断は平成20年度から実施しており、各年度ごとの実績といたしましては、平成20年度は2件、21年度は7件、22年度は1件、23年度は8件、24年度は4件、25年度は3件、26年度は5件、27年度は2件で、合計32件の補助を実施しております。なお1件あたりの補助上限額は8万6000円となっております。次に、耐震改修は耐震診断により耐震性がないものに対する補助といたしまして、平成25年度から実施しておりますが、平成27年度までの実績はございません。こちらは1件あたりの補助上限額は60万円となっております。以上お答えといたします。桃田隆君。はい、
ありがとうございました。本市においても、個人住宅の耐震化についてある程度の支援策を、講じられていることは理解できました。今回の地震が、身近に発生したことから耐震診断改修、耐震改修が増加しているというようなこともあるかと思っております。先日福島議員の質問でもありましたが、国におきましても耐震化を進めるため、今回耐震改修について一定の要件のもと地方と連携し、1戸当たり30万円の上乗せ補助を予定されているとの報道もなされているようであります。今後はこのあたりも含めて支援策として検討していただきたいと思います。桃田隆史君、さて今年は耐震化の重要性について皮肉にも、地震が、効果的な啓発になってしまったようでございます。市民の皆様ももちろん、熊本県民の多くはまさかこれほどまでの大地震が自分たちの足元で起こるなんてことは誰一人想定していなかったと思います。今回の震源地となった益城町は以前から今後30年以内に大地震が発生するだろうと言われておりました。二川避難断層帯のうち、二川断層帯で起こったものであり、避難断層帯にはまだ割れ残りが存在しているとも言われております。近い将来、今度は避難断層を震源とする大地震が発生する可能性もあり、今後とも耐震化を促進していくことは本市の喫緊の課題であると思います。そこで質問の2点目、今後の本市における耐震化の進み方についてをお尋ねします。日野口建設部長。議員お尋ね2点目の今後の本市における耐震化の進め方についてお答えします。今回熊本地震の発生に伴い申し込み者が急増しております。耐震診断につきましては、当初10件に対し20件増の30件、耐震改修につきましては当初1件に対し2件増の3件分に要する費用について、今回の定例会に補正予算をお願いしているところでございます。事業のうち耐震診断耐震改修の補助率につきましては、熊本地震を受け当初国と市で合わせて 23% でございましたが、50% の上乗せが 50% に上乗せがあっており、事業者の方にとりましてもより利用しやすい環境整備が整えられたものと考えております。今後の本市の耐震化の進め方としましては、補助事業の拡充を図るとともに広報活動の一層の充実に取り組む必要があると考えております。今年度は耐震対応を優先することで、当初予定しておりました広報活動を一部行うことができませんでしたが、4月16日の本震以降560件以上もの問い合わせがあり、建築関係団体の協力のもと実施いたしました建築物緊急被災調査の際に事業のお知らせを等を行っており、それにより申し込み件数も増え一定の効果があったものと考えております。本市としましては、司法やホームページによる周知はもちろんのこと、従来から行っております建築計画概要書の建築主に対するダイレクトメールや建築関係講習会でのお知らせ、各校区に対する回覧等により、市民の皆様方に耐震化の重要性を理解していただき、耐震診断および耐震改修を促進していきたいと考えております。以上お答えといたします。
桃田隆君。はい、ありがとうございました。市で、定められている八千代市建築物耐震改修促進計画においては、本市の住宅の耐震化率は約 64%、 全国平均は約 82% のことであり、決して十分とは言えません。ところで、先ほど耐震化の支援策についてご答弁をいただきましたが、市の財政事情もあり耐震化を進めるためとはいえ、公費については限界があります。先日の新聞記事に当時の河野防災担当大臣が地震保険と固定資産税との関係について述べられておりました。内容は地震保険料を固定資産税に上乗せして徴収してはどうかというような内容でありました。住宅の修繕費や建て替えとなると数百万単位から数千万円の自己負担になりますが、年に数万円の保険料でそれが大幅に軽減できると考えれば一つの策ではないかと本人は考えています。実際今回の地震でも地震保険に加入されていた 方とそうでない方については明暗が分かれたのではないでしょうか。現在地震保険は任意加入であり、火災保険とセットでなければ加入できません。またその保険料は築年数が古いものや地震以降は上昇するだろうとも言われております。ところで県内の地震保険の加入率は2015年度末で 29.8% と全国平均とほぼ同じであります。東日本大震災の舞台となった宮城県では 51.5%、 関東4県、埼玉、千葉、東京、神奈川の 33.5% を比較してあまり高くないようですが、備えあれば憂いなしともありますことから、常日頃の備えに対する感覚を持ち続けることも非常に大切なことだと思います。合わせて方や保険料、方や市税というようなことで法改正や制度上の連携について整備が必要とも考えますが、都市部では任意とはいえ加入が当たり前となっている地震保険の加入についても、直接的な公費投入とは別の観点から市として普及啓発を図っていくことも重要ではないかと思っております。実はこの質問するときに当時の防災担当大臣の新聞資料に載っておりましたことについてどのように考えておりますかと聞いたところ、法整備がされていないというようなことから、答えはできませんということでありましたけれども、私としては答えが決まっているものを質問するより答えが決まっていないものを質問することも一つの方法じゃないかと思ってそのようなことを言ったわけでございますけれども、しかし、このことについては後日譲ることといたしたいと思います。ぜひ今回の地震を教訓として今までよりもさらなる耐震化の促進に努めていただき、市民の安全で安心な住環境の確保について尽力いただきたいと切にお願いし、この講を終わります。はい、桃田隆君。はい、最後の3点目でございます。畳の入札における最低制限価格制度の導入について、本市の伝統産業の一つである異業は中国産の輸入増加などにより衰退の一途をたどり、いぐさ生産者数は最盛期の約9分の1になっており、まさに危機的な状況に置かれております。畳表の価格についてはここ数年持ち直していると聞いておりますが、長く続いた価格の下落が生産農家の生活そのものを脅かしているというのが現状であります。そのような状況を打開するため、行政と農家が一体となって消費拡大に努めてこられました。市が行っている畳張り替えの助成事業などもその一つであると認識いたしております。また市有施設の畳張り
張り替えについても積極的に八代さんの畳表を推奨してこられたものと思っております。しかしその主要施設の畳張り替えの中には価格のみで決定されるものがあり、業者間の過度な価格競争を招いているとの声を耳にします。価格のみで決定されるというのであれば、結果としては品質は二の次となってしまいます。せっかく本市が誇る地産業を守るため関係団体が一丸となって取り組んでいる中、このような事態が起こっているのは甚だ残念なことだと思っております。私はいぐさの産地である八代市の施設であれば、やはりある程度の品質の畳を納入すべきであると考えます。この状況を回避するために公共施設の畳張り替えを行う際には最低制限価格制度導入をする必要があると考えますが、制度の導入について市としての考えをお聞かせください。岩本財務部長。こんにちは。桃田議員ご質問の私有施設の畳の張り替えを行う場合における最低制限価格制度の導入についてお答えをいたします。まず最低制限価格制度の概要についてでありますが、例えば公共工事でダンピング受注がありますと、工事品質の低下や下請け業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等が懸念されます。また契約の履行が不確実になるようなことがあれば、発注者である地方公共団体も不足の損害を被る恐れがあります。そうした過度な安値受注による適正な履行が見込まれない契約の締結を防止するため、地方公共団体の入札制度に最低制限価格制度が設けられています。この最低制限価格を設けることができる契約は地方自治法施行令に規定されており、地方公共団体の支出の原因となる契約のうち工事または製造その他についての請負の契約に限られております。ここでいう工事の請負とは土木建築工事等を言い、製造の請負とは発電機、エレベーター、船舶、重機等の製造の請負を言い、その他についての請負とはコンピューターソフトウェアの構築、清掃業務、建築等の設計業務などを言うものとされております。従いまして物品や財産の購入にかかる契約、すなわち売買の契約については最低制限価格を設定することはできないことになります。そこでご質問の畳の張り替えについてでございますが、地方自治法施行令に規定する請負の契約に当たるかどうかを判断する必要があります。畳の張り替えは修繕に区分されますことから、ただいま申し上げました工事または製造その他についての請負の契約にまでは至らないものとされております。また畳の張り替えではなく畳を新調する場合で考えてみますと、建物に付属するものの購入であることから売買の契約となります。従いまして畳の張り替えや新調はいずれも請負の契約に当たりませんので、最低制限価格制度の導入の対象とはならないものでございます。以上お答えとさせていただきます。桃田隆君。はい、
ただいまの答弁で、最低制限価格制度の導入については無理だということで、非常に残念でありますが、それとならば、私有施設に納入される畳の品質を、担保するためにはどうしたらいいのか、そのことについてお答えを願いたいと思います。岩本財務部長。ただいまのご質問に対しお答えをいたします。私有施設に納入される畳の品質を確保する方策につきましては、施設を所管する部や課がそれぞれの施設の実情に応じて検討することではございますが、本市のいぐさ産業の振興を図る上からも一つの手法ではございますが、畳の張り替えや新調の発注をする際に八代さんの畳表を用いるよう使用書で定めることが考えられます。以上お答えとさせていただきます。はい、桃田隆史君。はい、ありがとうございました。いぐさが本市に果たした役割を考えたときに、いぐさは本市の経済発展に大きく寄与し、しかも税収面では市政発展へ大きく貢献したことは事実であります。輸入急増など国際化の波に翻弄されながら、医療関係者は今日に至っており、これを現状克服するため遺産業の振興に努める必要があると感じております。私有施設への畳の納入に関して最低制限価格制度の導入ができないのであれば、各担当課が市の遺産業の現状をきちんと認識し、私有施設への遺産の畳の積極的な活用を行っていただくように施設にお願いをしておきます。このことが本市の遺産業の発展に資することになると信じております。以上で、この質問を終わります。ありがとうございました。